もしもコロナウイルスを理由にまた消費税が上がったらどうする？あらゆる手を尽くすとか言っていた、その答えでまた消費税が上がったらどうする？まるで一度始めたらなくらならない、飛行機とかの燃油、さあチャーチのように永遠に帰れない、過去ところで人間の大概にあるコロナウイルスの存在について、今日までの間に調査した人はいるのでしょうか？タンパク質と核酸とかでできたウイルスだけど、それをやる意味がないって一概に言える？動物の体内ゴミ処理場、下水処理場、浄水道、公衆トイレ、駅、コンビニ等々、各都道府県で各市町村であんまり税金をかけない範囲で新しく、予算も請求しない範囲で、もちろん消毒してやっても意味がないことはわかっているよね。一つでも見つかればインフルエンザのように対応を変えていくこともできるし、一つも見つからなければオリンピックに対しても前向きになれる一つにはなる。でもやっぱり今気になるのは、もしもコロナウイルスを理由にまた消費税が上がったらどうする？あらゆる手を尽くすとか言っていた、その答えでまた消費税が上がったらどうする？まるで一度始めたらなくらならない、飛行機とかの燃油、さあチャーチのように永遠に帰れない、過去もうその気になってるかもしれない、
もうすでにその気になってるかもしれない。国民一人一人の協力と理解が必要って、その答えでまた消費税が上がったらどうする？機械的な電車のアナウンスや機械的な高速道路や近郊の CM のように機械的にご了承をお願いしますといえば何でも済むかのように、また消費税が上がったらどうする？まるで一度始めたらなくらならない飛行機とかの燃油、さあ茶地のように永遠に帰れない。過去もうその腹積もりになっているかもしれない。もうすでにしたたかに不可抗力的なやり方も狙ってその気になっているのかもしれない。オリンピックであの顔だけは見たくない。オリンピックでその顔だけは見たくないなんて思われないようにね。